はい、ごきげんよう。あら、あら、はい。収録英語の、まあ、本日の授業の内容、まあ、軽くおさらいしましょうということですね。お休みしました人なので、まあ、見てもらってやってもらったらいいかなと思います。こちらのテキスト。ね、こちらのテキスト、今日は新しいところ一つ入りました。ね、ですから、そこをもう一回確認しましょうということでございますね。はい、そうしますとね、14ページなんです。はい、テキストは14ページですね。はい。前回はね、This is 何とか、ね、これは何々ですね。That is 何とかで、あれは何々ですなんていうのをね、やってきました。で、今日はそれの疑問のね、紹介していこうかなということですね。はい、疑問文です。疑問文。はい、疑問文ですね。はい、疑問文っていうのは何々ですかって聞くやつですよ。聞くやつね。ですから、はい、例えば今までので This is a pen ね、これはペンですなんていうのはもうやってきた。で、これをこれはペンですかにしたいんですね。はい、ですからどうやったらそれがペンですかね、これはペンですかの疑問文になるんだろうということで、はい、見ていきましょう。実はそんなに難しくありません。ね、この is、この is をですね、まあ、とりあえずはこの最初に出してあげようっていうことですね。はい、ですから、はい、この is が最初に出てきた。多いですから、ね、文章、大文字で、ね、これね、文の最初ですから大文字ですね。はい、そして、これ this、まあ、だからここはチェンジしたみたいな感じですよ。はい。ですので、this、そして、a pen、ね。はい、最後にこんな印つけました。これ何ていう印だったっけかな、何ていう印だったっけかな、覚えてます？はい、クエスチョンマークと言いましたね。クエスチョンマークね、もうとにかくこれでね、is が前に出てきて最後にクエスチョンマークくっつければですね、もうなんだ、疑問文の出来上がりということだったんで、そういう OK もできちゃいましたね。はい、ですから Is this a pen? なんていうことでね、最後ちょっと上げて読んであげるということでした。Is this a pen? ね、どうでしょう、読んでみましょうよ。 Is this a pen? ね、はい、大丈夫ですか。はい、聞かれました、答えましょう。はい、 Yes、 はい、そうです。であれば Yes ね。はい、そして It is、 もう一続きでも決まりで、これで覚えちゃいましょう。一続きですね。はい、そうです。いいえ、違います。はい、 No itisn't ね、なんていう答え方、これで言い違いますですね。はい、だから、はい、ね、またちょっとね、記号みたいなのが出て、新しいのが出てきてるんで確認しますよ。先ほど、うん、クエスチョンマーク良かったですよね。で、まあ、ここのピリオドね、これも、まあいいか、ね、特に確認しなかったけど、はい、そしたら今日これが新しいかね、これが新しいかね、はい、こんな印、ピリオドはまん丸ポチだけど、ね、これもグリグリで、フュッっていうね、足が生えてますね。はい、これね、カーンマと言います。カンマ覚えてください。カンマ。はい、そして今度はね、これだ。これ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 。ね、今のカンマみたいなのが、これ下の方だね、下の方だ。ね、これなんか上の方にひっついてる。はい、これね、アポストロフィーと言いました。アポストロフィーですね。はい、ですので、ピリオド、クエスチョンマーク、カンマ、アポストロフィー、こいつぜひともこの4つ、はい、覚えちゃってくださいね、と、というところでございました。はい、ということで疑問文を作りましょうと言ったらですね、もう This is だったら Is this、ね、Is that、 that is だったら Is that にしてあげればいいんです。最後クエスチョンマークつけてあげればいいんです。はい、 Yes it is、 so, No it isn't と、ね、いうところでございました。はい、そしたらですね、テキストの方ちょっと問題ね、うん、解いてみたいと思いますよ。ね、ナンバー、15ページですね。今これ14ページ見てたんですよ。15ページの問題ですね。とりあえずね、2番と3番。ね、1はちょっとカットしましょう。1は一旦外し。ね、2と3の問題をやってみたい。ね、じゃあね、まず2番。まず2番だけちょっとやってみましょう。ね、そして一旦だから止めてもらって、ね、2番ちょっと解いてみてください。15ページの2番ですね。で、解けたらまたちょっと再生してもらう。ね、確認しましょうってことでした。はい、ではじゃあ一回止めまーす。ポチーね、ってことで、はい、どうでしょうね、問題が解けましたら確認でございますね。はい、ですから一旦問題解いてからね、解いてからの確認ですよ。はい、ではじゃあ確認していきましょうね。まずね、疑問文に書き換えましょうということになってますから、まあ、さっきもありましたね、 This is だったら Is this ね、してあげればいいんですよ。はい、ですのでこれかっこいい、ちょっと This is a car ですから、はい、 Is と、This が入ってくれば OK なんです。
はい、そして答えね、イエスが書いてあるから、イット。はい、そしてイエスね。ノーの方もノーは書いてあるから、イットと、はい、イズント。で、なんていうのが入ってもらえればいいわけですよ。はい、じゃあ過去にはどうでしょう。これもあの穴埋めじゃなくても一部自分で書くんだよってことなんですけどね。はい、同じだ。 This is or is this is がいいんですよ。はい、is this ですね。 is this ね。はい、そしてはい、まあ、まあそのままです、そのままです。残りは全部一緒。はい、ただ最後にクエスチョンマークがピコッとつきます。はい、そして答えもしっかり自分で書いてくださいね。穴埋めではありません。はい、ですから yes と書いたら、はい、ここにクリクリカマ、はい、そして it is でピリオドポチ、はい、それから no でやはりクリクリカマ、はい、そして it で isn't ね、はい、アポストロフィーね。最後にそれぞれやっぱりここもね、ピリオド忘れずにつけてあげてくださいね。はい、といったところでした。はい、では次3番の問題、英作文ですね。単語とかね、どうぞ前戻ってもらって調べてもらっていいですから。はい、じゃあまた3つチャレンジしてください。ですので一旦はい止めます。はい、ピコ、はい、止まりましたね。はい、ということでちょっとね、まあやってもらいつつねですね。はい、じゃあ解けたでしょうかね。解けましたらまたじゃあちょいとね再生してもらっての確認ということでございますですね。はい、ではじゃあ確認です。はい、これは鳥ですとあります。ですから、うん、これは別に今日やった疑問文じゃないんで、はい、今までのやつ、はい、ですから this is、 はい、そしてあ忘れずにね、はい、鳥はバードだ、 a bird ね。はい、 this is a bird、 どうでしょう、読んでみる、 this is a bird ね。はい、それからこれは机でした。ようやく疑問文が出てきました。はい、これはですから This is 疑問文 Is this ですね。はい、そしてあを忘れずに、はい、机はデスク、はい、クエスチョンマークピコ、うん、はい、これもまたペンですか。はい、だからね、何々もっていうのがあるけど一旦無視してこれはペンですかというんでね、Is this a pen ね、書いて、はい、何々もまたっていうのが今日ね、ここで新しく出てきたんですよね。これ紹介してなかったかね。うん、ここね、最後にカンマで TOO とつけてください。はい、この TO というのがね、何々もまたという意味を持つ言葉なんですね。はい、ですからね、これがなければですよ、なければですよね、こうクエスチョンマークつきますけどね、なければこれはペンですかになるんですが、ね、この TO がつくことによってこれもまたペンですかね、この TO が何々もまたという意味になったんだというのがまた新しいものとして一つ出てきましたですね。ということでまず疑問文はね、 This is だったら Is this ね、 That is だったら Is that、 まあ Is が前に出てきたよということ、答え方としては Yes it is と No it isn't、 そして、ね、この最後に To なんていうのをつけることで何々もまたという意味になるよというのがあったよというのが今日の内容でございました。はい、ですのでね、どうでしょう、ね、ちょっと1番はね、今日のこの動画の中では抜いてしまいましたけれどもね、まあ、2番3番あたりを中心に見てみましたということで本日終わります。